は小川先生です。向きの悪いフットホールドもバランスをうまくとって非常に乗せ方がうまいです。また足の踏み替えが体の軸がぶれることなく非常にスムーズで綺麗です。勝ち持ちもしっかりと保持できている場面も多いです。ダイナミックムーブで体の連動が下手、ゆっくりしか動けず止まってもすごい振られる、悪いホールドで左右の切り返しが苦手ということで改善点は2つ。非常にうまく登れているときは円を描くように取りに行けています。そうすることでしっかり足にも体重が乗せられます。しかし直線的にガツンと取りに行く場面も多いので、そうするとうまく足に体重が乗らず下半身が連動してきません。またランジの時は平面的に円が描けていても振られが大きくなります。体を壁の方にギュッと腕で引き寄せることで立体的な円登りもやってみましょう。そうすることでもう少しふわっと取ることができて体の振られも少なくて済みます。直線的に狙うのではなくて円を描くように狙う、ランジの時は立体的な円登りも意識してやってみましょう。ひどい振られが収まってきますよ。床でできないことは壁でもできません。地面で素早い動きをインプットしてからトライしましょう。左右に切り返す場面では腰のひねりが少し足りてないです。ガニ股で攻略する場面が非常に多いです。腰がひねられなくても足首を少し内側にひねる意識をしてみましょう。ガニ股でなく足首や腰を内側にひねる意識をしましょう。練習頑張ってみてください。はい、ここからはアフタートークの時間になります。60秒アドバイスとはキャミオという動画メッセージサイトを通しまして、私がインスタグラムでご依頼主様を募集して有料にてオンラインレッスンをしております。アフタートークはレッスンの補完という形で YouTube のみでラジオ形式で配信しております。今回のご依頼主様は結構かなり具体的なお悩みとして、寄せられてきました。ここ5、6年ジムで2級外へは初段でずっと停滞していてグレードが更新したいです。体の連動が下手なのかダイナミックムーブで必死に動いてもゆっくりしか動けません。安全マージンの取りすぎなのか少しでも持てない踏めないと思うと全然動ける気がしません。動画を見た感じですね、やはり勝ち持ちとかねものすごく上手にできてると思うので、保持で登るタイプの保持に、まあ悪く言ってしまうと保持だけに頼ってしまって登っているタイプのご依頼主様かなというのが伺えました。なので確かに保持をしっかりしておきながらも体のこう勢いづけ、まあ、連動みたいなのがあまりダイナミックムーブで活かされていないなというのが見受けられました。保持登りをしてしまうとどうしてもこう平面登りっていうんですけど平面的な登りになってるんですね。背中もずっと観客側、コンペでいうところの観客側を向いたまんまで腰をひねったりとかっていう動きがすごく少なかったり、足首をちょっとひねらせるとか膝をちょっと曲げるとか内側にひねるとかそういったムーブが非常に少ない動画が多くて、でどちらかというとガニ股で膝を外側に開いて、足のつま先も外側に開いてガニ股で壁と体の距離がずっと一定のまま登ってるというような感じの登りが多かったです。この登りになんとかもっと立体的、壁を体から離したり近づけたりっていうような立体的な登りが入るとだいぶグレードが更新できるようになってきますし、体の連動っていうものがうまくいってくるんですね。で、保持だけに頼らない動き、ムーブができてくるわけです。で、ここでだいぶ以前にですね、ご依頼主様から DM をいただいたことがあって、これはまあまだご依頼される前ですね。でいつも60秒アドバイスを見ながら自分もやなって自分に置き換えて参考にさせていただいています。その中で小川さんも他の YouTube で指導動画を上げていらっしゃる方たちも皆さん多少の言い回しは違えど壁から空間を作って引きつける3次元的な登りを進めてるんですが、それを見るたびに自分もそもそもハイステップ等の空間作りのたびに壁にくっついていれば持てるけど空間作ったら保持が耐えれないなんて場面が多々あります。そういった場面で距離出し等を考えると3次元的な登りが必要かと思いますが、この場合やはり純粋に
語字力トレしかないのでしょうかという、まあ、メッセージをいただいたことがあったんですけれども、空間作りっていうのは非常に大切なんですね。でハイステップっていうのはこのように腰より高い位置に足を上げるムーブなんですけれども、空間があるから足がここまで高く上がるんですよ。空間を閉じてしまって壁に張り付いたままだと、もう足全然上がんないですよ、あそこまでね。でこのハイステップのムーブの時にグググッと乗り込んでいって、このホールドを取りたいのに取れないっていう場面で空間作りをしてたわみをつけて、もうちょっと距離を伸ばしましょうっていう時に、このままだと空間作ったら落ちちゃうじゃないかっていうね、壁から離れてしまうから落ちちゃうんじゃないかっていうことをおっしゃってるわけですね。それはやはり保持だけに頼って登ろうとすると、この胸の前の隙間分の距離が非常にもったいなくないですか。この隙間がもうちょっとくっつけば、もう少し飛距離というか手が伸ばせる距離が増えますよね。これを左手の保持だけでやろうと思うとものすごい労力なんですよ。だって指の筋肉なんて体の筋肉に比べたらたかだか知れてますよね。指を保持を強くするっていうのは、まあ相当な労力なわけなんですよ。だからこそ体全体を使って、空間を使って、壁の方に体を引き寄せて縮めていく、要は壁と体をくっつけることでその分の腕の距離が伸びますよね。まあこの三次元的な空間作りの登りをするために、ちょっと保持の概念っていうのを変えてみてください。保持だけに頼って登ろうとしてしまうと、こう真下に引くことしかできないんですよ。ではなくて、こう壁から離れる方向の保持もやってみる。これはだから保持するっていうよりも引っ掛けるっていうイメージをしないとなかなかできないかもしれないですね。もし日常で例えるとしたら、こういったドアノブって引っ掛けて皆さん開け閉めしません？そういった感覚の保持なんですね。でも確かにこのスローパーでやると分かるんですけれども、真下に向けて持っていれば落ちなさそうですよね。でもこれを引っ掛けるようにドアノブのようにちょっとこうやって横の力の向きで持ってしまうと、スポンって抜けそうに見えますよね。なので一瞬なんですよ、もう本当に一瞬、これがデッドポイントなんですよ。本当に次の手を取る直前までは下向きに引っ掛けておいて、まあ保持しておいて、出る時の一瞬だけこういうドアノブ持ちみたいな感じで横に力を向ける、そうすることがデッドポイントなんですよ。そうすると胸の前にちょうど空間ができてくるんですよね。まあ空間を作るのが先か保持が先かっていうと、まあ空間を作れば自然と保持がどうしてもドアノブ持ちのようになってくるので、そこの一瞬滑りそうなところを攻略していく。そのために腕を壁の方に引くんですよ。落ちるっていうたわみの前に落ちない軌道を作る。いやー難しいですね。これをねなかなか説明するのは困難なんですけれども、以前インスタの漫画で頑張って書いたことがあるんですけど、これノートの方にもありますので、あの概要欄にリンク貼りますので、ぜひご覧になってください。これ普通にまあね、平面登り、たわみとかね、こう空間を作んないで登った場合、このままこの女の子ボルコちゃんっていうんですけど、ボルコちゃんの落ちる軌道はこのリンゴの軌道のようにこの普通に落ちていってしまうわけですよ。普通に空間を作らずに登ってしまうと、空間を作って壁に引き寄せることでボルコちゃんが落ちるリンゴの軌道を普通の赤で示してあるんですけども、ほらちょっとだいぶ放物線の頂点が変わってきますよね。で今まで普通に空間を作らずに落ちる軌道は薄いリンゴの軌道になってくるわけですよ。だから落ちてしまう、体が下がってしまう前に次のホールドが取れるわけですね。
だけど空間を作ってしまうと落ちちゃうじゃないかって話ですよね。だから一瞬だけ空間を作るんですよ。2秒も3秒も空間を作れっていうわけじゃないんです。本当に一瞬なんです。ハイステップした場面で、あともうちょっとこのホールドが取れないっていう時にギリギリまで引きつけておいてターミを作って空間を作って取る。なんでハイステップの場合とかなんかはもう鼻から空間を作んなくて別にいいんですよ。ギリギリまで引きつけといて最後の最後に空間を作って一瞬で空間を作って取るっていうので OK なんですよね。スローパーの時もそうですね。スローパーなんかは本当に下向きに保持してた方が本当はいいので、ギリギリまで下向きで保持をしておいて一瞬体の空間を作るために壁から体を離して保持はちょっとドアノブ持ちみたいな感じにして、で壁に引き寄せて取る、こういった立体的な動き一瞬です。本当にこれを空間を作らずにそのまま下向きの保持のまま取ろうとしてももう全然勢いもつけられないし距離も伸びないわけですよ。だから皆さん平面登りをされるクライマーの方たちは上下に体を振ってしまうんですよ。結構何回も何回も上下に体を振って直線的に取りに行くんですよね。ではなくてこのように立体的に取りに行く、壁から体を離したり近づけたりという勢いのつき方をしてみるというのがデッドポイントなんですね。でこれを練習する、習得する、どうやったらイメージ、体にイメージがつけられるのかって言ったら、片手で登ってみてください。体を立体的に動かさないと絶対次のホールドを取りにくいんですよ。まあ、私これ120度のうちの壁でやってますけど、まずは水壁ぐらいからやるといいですね。壁から離して引き寄せないと片手の場合なかなか厳しいと。で今ガバでやってますけど、これを水壁とかだったらもうちょっと悪いホールドでも練習できるので、スローパーとかね、もっとちっちゃいカチとかでこの片手クライミングをやることでこのドアノブ持ちの保持の練習にもなるので、ぜひぜひウォーミングアップかなんかでもやってみてください。あとはこの壁に引くときにやっぱり素早い方がいいんですよ。飛距離も伸びますし、でもご依頼主様どうしても動きが連動うまくできなくてゆっくりなっちゃうっていうのもお悩みにあったので、もうそれは地上でまず早くできるようにしてください。地上で登ってるように腕をこう引く練習、この動画のように、それが早くできないことには壁でやっても早くできないんですよ。地面でできないことは壁で登っていてもおそらくできないので、しっかりと地面で動きの連動をインプットしてから、それから登り始めることでだいぶ登りが変わってくると思います。最後のね、腰をひねるとか足首をちょっとひねるっていうのも、地上でしっかりとそのムーブの形をインプットして、だからオブザベの時に本当に体を動かしながらやった方が本当はいいんですよね。皆さん恥ずかしがってあまりやらないんですけれどもね、なんか選手がやる手の阿波踊りみたいな感じで手だけでやっちゃうっていうことも多いんですけれども、いやー、その手のオブザベもやらない人も結構今多いですよね。目だけでやっちゃうっていうね。本当にムーブごと地上でやった方が本当はレベルアップが早いのにな、でも恥ずかしいんだろうなとかってね思いながら、本当は地上でしっかりと膝をひねる動きだったり、ちゃんと体に地上で体の動きをインプットしてから登るっていうのはレベルアップの一つの秘訣なので、恥ずかしがらずにぜひやっていただけたらなと思います。それではまた。小川先生からのズバッと60秒アドバイス。オンラインレッスンをしてます。 YouTube に公開できる方も大募集。 LINE スタンプも好評発売中。ボルダリングギャグが満載です。インスタもフォローしてね。 YouTube 未公開のイラストで学べるボルダリング漫画連載中です。